日本サッカー協会ジャファは15日 U23 マリ代表戦22分の3と U23 ウクライナ代表戦25分の3に臨むサッカー U から23日本代表メンバーを発表したその中で最も市場価値が高いのは誰なのかデータサイトトランスファーマークと が算出したデータをもとに市場価値ランキングを順位ごとに紹介する。市場価値は3月21日時点。10位、西尾隆也。青年月日、2001年5月16日、22歳。市場価値、60万ユーロ、約8400万円。所属クラブ、セレッソ大阪。2024リーグ戦成績。 3試合0得点0アシスト。西尾竜也は、セレッソ大阪の下部組織出身で、2020年にトップチーム昇格を果たしたセンターバックだ。プロ2年目の2021シーズンに開幕戦で先発出場して J1 デビューを飾り、そのまま定位置を獲得すると、年末には A 代表にも招集された。 この1年で、西尾の市場価値は50万ユーロ、約7000万円、から80万ユーロ、約1億1200万円、まで上昇している。続く2022シーズンは、新大阪でキャプテンマークを巻いてプレーすることもあったが、鳥海浩二とのポジション争いもあり、不動のレギュラーというわけではなくなった。 出場は全シーズンを下回る24試合で、市場価値は60万ユーロ、約8400万円まで下がっている。西尾はセンターバックとしてはさほど大柄ではなく、身長は180センチメートルだ。それでも、抜群の身体能力で空中戦に競り勝ち、屈強な外国人 FW に当たり負けしないフィジカルを持っている。 若手 DF としては異例と言えるペースで経験を積んでいるだけに、さらなる進化に期待できそうだ。